はい、コツの持ち目部屋へようこそ。今回はね、池袋のアニメイト本店、はい、そちらの方に行ってきたっていう話ですね。はい、まあ、何しに行ったかというとね、もう目の前にありますけれども、こちらですね、アプリゲームのヘブンバーンズレッド、はい、そちらね、私ドハマりしてましてね、チケットを購入してね行ったんですけれども、そこでね購入したものと、あとね、そのアニメイトの中に入っているショップですね、まあいろいろとねグッズが盛りだくさんあるんですよね。その購入品をご紹介していきたいと思います。まずね、ヘブンバーンズレッド店はね、こちらね前売りで一回買ったんですよね、東京会場初日、はい、そちらのチケットのね、一番最初の11時のやつかな、購入したんですけど、ちょっと都合が悪くなってね行けなくなっちゃって、ちょっとね2000円ぐらいだったかな、2200円課税込みで、それがね、パーになっちゃいましてね、はい、で、日を改めて行ってきたんですけれども、そこでねグッズ付きのねチケットがありまして、それがね3300円払うともらえるっていうのがね、こちら、はい、ちゃんとねこれは何ぞやっていう話なんですけれども、はい、チケット風ホログラムカード6枚入りのチケットクリアファイルです、はい、まあ、これがねチケットクリアファイルになってるんですけれども、はい、でその中にチケットが6枚入っているって感じですね。まあそのチケットの柄はね、今画面にお見せしております。はい、この6種類ということでね、まあ 31A の6人ですね、はい、そちらのチケット風ホログラムカードっていうのが入ってるっていうことですね。はい、入場特典としてね、色紙が1枚もらえます。その色紙が、全7種なのかな、かやもりルカだけね、1枚多い、アップと引きのやつかな、で自分はね 31A だとね、かやもりをしたんでね、ぜひとも、欲しかったんですけれどもね、これに関してはね、ランダム配布っていうことでね、でしかもね行って見てみたらね、めっちゃ裸で 裏になって裸で置いてありました、はい、入り口のところでね、そのまんま普通に手渡しで渡されたんですけれども、まあ伏せた状態でね渡されたんで、まあ一応ねその場で受付のね、お姉さんがね、この色紙に関しては不具合がね、折れとかそういうのがあるといけないんで見て確認してくださいっていうことだったんですけれども、私はねそれを無視してね、普通にそのまま見ずに、持ってきたバッグに入れて、はい、素通りしたんですけれども、まあね、その場では見たくなかったんですよね。なんか家に帰ってゆっくり見たいなと思ってね、まあ見ちゃったんですけれどもね、はい、で何が出たかっていうのをね、はい、こちらです。はい、東條司が出ましたね。いや司っちもね、いやもういいんですよ、めっちゃ可愛いから。いやこれね、あの普通の色紙サイズ、やつに入れたんですけれども、これ余るんですよね。なのでミニ色紙サイズ、はい、こういう感じのやつが手渡してランダムで渡されると、はい、でこの6人の中のつかさっち、はい、まあ、つかさっちはね、可愛いんでいいです、はい、ということでね、まあね、まあ、中はね、撮影できる場所とできない場所があって、動画は一切ダメ。はい。なのでね、動画は撮ってないんですが、写真をね、何枚か撮ってきました。はい。まあ、入り口にはね、七瀬七海、はい。七海がね、等身大のフィギュアとなって迎えてるんですが、私はね、その七海をね、なぜかわかんないけど、写真を撮らずにスルーしちゃいましてね。後になって後悔してます。いや、それがね、あのね、その場所場所にね、係員がいるんですよね。やっぱ撮影していい場所とダメな場所とかで注意する、まあ、係員ですよね。
だからあれこれ撮っちゃいけないのかなと思ってね、スルーしちゃったんですけれども、まあそれは撮影してもよかったみたいですね、後々になって気づいたんですが、結局ねナナミンは撮れずに、でその次にね、カヨモリルカ、あのキービジュアルのやつですね、前にもフィギュア紹介した例のキービジュアルのフィギュア、それの等身大がありまして、それはバッチリとね写真撮ってます、はい、でまああとはね、まあその1章2章とかね、章ごとにテーマが分かれてて、うん、すごく見やすかったですね、順に回ってって、まあ、やっぱところどころにね、係員さんが目を光らせてますんでね、まあ、その撮っちゃいけないのが、なんかこう原画とかなんかそういう設定資料みたいなやつは撮影ダメみたいだったんですよね。でまあそこら辺をくぐり抜けて、まあところどころにね1分の1スケールのね、武器とかもねあったんですよね。 31A だけですけれどもね、はい、1分の1スケールの武器はね、うん、めっちゃ多かったですね。なんかプロプリカぐらいで出そうですけれどもねでバーッとね、回って、まあ、順路でね回っていって、まあ最後にねなんか普通に寄せ書きみたいな感じでみんな壁にペタペタね絵を描いたり、言葉を描いたりで伏せみたいなやつを壁に貼り付けてたんですけれども、まあ私はね、シャイなアンチクショーなんでね、何も書かずに出てきたんですけれどもね、まあ、ただね私の一押しの、倉里美、うん、倉押しないかなっていうねパーって見ましたけれどもね、まあ何人かはいましたね、あの倉の絵を描いてたりして、うん、あ倉押しだって言ってね、ちょっと共感を持ちましたけれども、はい、意外って言っていいのか分かんないけど、あのね女性の方が多かったですね、うん、あのね人数は少ないんですよ、やっぱり中途半端な時期に行ったし、まあ時間も時間だし平日だしで、あの全然ガラガラだったんですけれども、それでも中にいた人の割合はね女性が8割ぐらいいやいいすげえなと思ってね、まあ女性から見てもねやっぱこういうキャラクターは可愛いんでしょうね、可愛い可愛いってね回ってましたけれどもね、まあさすがに一人で回ってる女性はいなかったかな、うん、だいたい友達2人連れとか3人連れとかで回ってましたね、まあ、男はね、うん、私みたいに一人で回ってましたけれども、はい、でそのね、一通りのブースを見終わると最後はね、グッズ売り場ですね、はい、そちらでねまあいろいろとねグッズが売ってるわけですが、ただねなんかスタジャンみたいなジャンパーみたいなのは売り切れ、うん、だったんですけれどもね、とりあえずあるやつだけ購入してきました、はい、それが何かっていうのをね見ていきましょうか、はい、まず私がね真っ先に、手に取ったのがこちら、はい、ヘブマンこのナービーっていうキャラクターのねまんじゅう、これをね真っ先に手に取りましたね、うん、しかもこれはね、中開けるとブロマイドが1枚入ってるんですよ、全3種、まあ3つともナービーなんですけれどもね、うん、まあ、私としてはこのね青のナービーが欲しいかなと思うんですけれどもね、うん、はい、まずこれで続いてですね、続いて購入したのがこちら、はい、ブラインドものですね、はい、でこれが何かっていうとね、照明写真館コレクションっていうことでね、それが、A と B がありまして、それの B、はい、これが全24種でブロマイドが1枚入り、こういう感じでね、照明写真みたいな感じのブロマイドが1枚入ってる、はい、275円ということでね、まあ、しかもランダムっていうことでね、この B のねそのラインナップがねありましてね、 A と B で、で私の推しのね、クラとあとミヤさん、キュリューミヤですね、はい、そのミヤさんとクラがいるのがね 30G ということでね、 30G が入ってるのはこの B だったんですよね、
なのでこの B をね、1枚、はい、2枚、3枚、4枚、はい、合計で4枚購入しました。はい、まあ、もちろん狙いはね、クラと宮尾さん狙いで購入してきました。はい、で続いてね、行く前にね一通りのグッズのねラインナップを見てきたんですが、まあ、これは買わないだろうなって思ったのを買ったんですよね。なぜかって言ったらね、展示しててめっちゃいいなと思ってね、あ、これ思ったよりめっちゃいいじゃんと思って追加で購入したっていうやつですね。はい、それがこちら、はい、アルティメタルバッジコレクション、はい、これが、全6種、まあ、31A のメンバーですね。今回のこのラインナップ、それの缶バッジ、これがねめっちゃ良かったんですよ。まあ、メタルって書いてあるだけあってね、キラキラしてたんですよね。それがめっちゃ良くて、うん、思わずね、はい、3個買いました。はい、まあルカ狙いでね購入してきました。あとね、まあ、これも買う予定は なかったんですけれどもね、まあ、記念にということでね、一つだけ購入しました。それがこちら、はい、名ゼリフステッカーコレクションということでね、ここにいるね、うん、キャラクターの名台詞のステッカーですね。はい、うん、これはちょっと記念に1枚だけ購入しました。はい、で続いてがですね、最初から買うのを目的にしてたやつですね。はい、それがこちら、はい、出ました。これカレンちゃんなんですけれどもね、カレンのレンチキュラースタンドっていうことでね、カレリンとカレンちゃん、カレリンとカレンちゃんのこうやってね、うん、角度を変えると変わるっていう、このレンチキラー、これのスタンドですね、アクリルスタンド、はい、これを購入しました。はい、であとね、これも買う目的で行って、実際にねまだあったんで買いました。はい、それがこちら、はい、出ました、ボイス入りアクリルスタンドの国見玉、これもね面白そうなんです。ボイス入りだからね、ボイス入りのアクリルスタンドっていうことでね、ここに収録ボイスがありますけれどもね、このねおたまさんがねめっちゃいいキャラクターなんですよね。うん、まあこれがね、2750円ということでね、まあそれなりにしますね。はい、はい、それを購入しました。開封はね最後にしていきますんでね、はい、とりあえずそのアニメイトで購入したものがまだありますんでね、それを先にご紹介させていただきます。下に降りていくとね、アニメとかのねキャラクターグッズがいっぱいある階があるんですよ。うん、そこで購入してきたものがありまして、それがこちらですね。じゃん、でかいブリーチイチゴです。黒崎イチゴのこれがでっかいんですが、イートゥーンビッグアクリルスタンド黒崎いちご、まあ、イートゥーンっていうことでね、まあこういうねちょっとトゥーンアニメっぽい感じの、うん、いちごのスタンド、これがなかなかねでかいしね、うん、ちょっといいなと思ったんでね購入しちゃいました。はい、月が天章ってとこかな。まあ、それがね、こちらが値段書いてないけど1500円、はい、結構大きいんですよね。うん、で比べるとね、うん、めっちゃでかい。はい、あとねそのブリーチのコーナーのにあったこれトレーディングメタリック缶バッジ全18種、はい、それを3つ購入してきました。はい、本当はねもっとね見て回りたかったんですが、ちょっとね、時間がありまして、まあ、自分のね時間があってゆっくり見ていられなかったんですがね、まあ、お会計で並んでたんですけれども、その並んでるところにね、これがあったね。
ですよね。フィルムコマスリーブ、これめっちゃ欲しくて、うん、よくねあのガンダムとかね特典でもらえたフィルムとかあるんですけれども、あれがない場合とかがあって、うん、あとちょっとね破れたりとかして、でねすげえ欲しいなと思ってたけど、その時はなかったんですよね。でもなんか新たに出てたみたいで思わず手に取って買っちゃいました、うん、これはいいですよ、うん、ありそうでなかったやつが出たっていうことでね、うん、15枚入り、はい、といった感じですね、はい。でまあ、ヘブバン店で5000円以上購入するとこのショッパーがつくっていうことでね、これも狙いで、うん、まあ、5000円以上は買おうと思ってたんでね、はい。でこれは数に限りがあるっていうことだったんですけど、私が行った時はまだ余裕があったっていうことでもらえました、はい、といった感じですね。いやーあのね池袋のアニメイトには一回ねその近くの羅針盤かなんかに行ったことあるんですよ、うん、でそのアニメイトのね目の前までは行ったんですけど中に入ったことはなかったんですよ。だからね今回初めて中入ったんですが、やっぱ本店だけあってすごいね、うん、一回一回がねめっちゃ充実してる、うん、あれは一日いられるね全然時間が足んないわ、うん、もっとゆっくり見たかったけれどもね、うん、まあ機会があったらまた行ってねじっくり見たいと思います、はい。そんなことでじゃあとりあえずねブラインドものを開封していきたいと思います。